名古屋高速11号小牧線は、愛知県の名古屋市北区の楠木ジャンクションから、小牧市の小牧インターチェンジ、小牧北出入口へ至る名古屋高速道路の路線である。道路法上は、愛知県道515号高速名古屋小牧線である。名古屋高速道路のうち、国道41号小牧方面と名古屋市北部を連絡する南北方向の路線が11号小牧線である。 元々は建設省が1987年に策定した第10次道路整備後可燃計画において名古屋市内と岐阜県美濃加茂市を結ぶ高速道路、名能道路として構想された。当時は事業主体は決まっていなかったが、後に名古屋高速の路線に組み入れられて11号、小牧線となった。したがって1970年に名古屋高速道路公社が設立された当初から、 計画された路線ではなく、後付けで追加された路線である。当面の運営区間は、くすのき JGT 小牧 IC、小牧北で入り口間とされ、それより、北の区間については、地域高規格道路の候補路線に指定されているのみで、具体的な計画や事業主体は決まっていない。路線はほぼ直線で、このため、最高速度は、時速80キロメートルとなっている。 前線が国道41号上に建設された高架構造である。沿線には小牧トラックターミナルや名古屋市中央卸売、市場北部市場などの流通拠点をはじめ名古屋空港がある。国道41号の慢性的な道路混雑は沿線の都市化やこれらの物流の業務交通が関わっているとされる。また、名能道路の構想が取り沙汰された当時において、 海外旅行客の急増で増加しつつあった名古屋空港へのアクセス改善が強く要請されたことから11号小牧線の出入り口は流通基地をはじめ空港アクセスに対応した配置となっている。なお、最北端の小牧北入り口は東名高速道路をまたいで国道155号と交差する村中交差点付近まで延伸している。 高速2号の延長として一度も構想された名古屋空港との直通構想は現在も実現していない。当該路線はもともと交通混雑が激しい国道41号のバイパス路線として国が検討していたもので、拡幅された国道41号の直上に高架式自動車専用道路を設置する2階建て方式の道路として計画された。 構想された建設区間は岐阜県三加茂市から名古屋市北区の楠木の JCT 間で都心側で名古屋高速2号線と連結して一体的な運用が検討されたが当面は小牧 IC から楠木の JCT までを建設することとした当時は運営者が決定していなかったが高速2号の延伸の性格が濃いことから後に名古屋高速道路公社に 決定の上建設が進められた。また、当時の中部圏における唯一の大規模空港である名古屋空港と都心の連絡が国道41号の渋滞によって阻害されている事情も組まれ、明濃道路から分岐路線を作って最寄りの名古屋空港に直結する構想も示された。なお、11号小牧線の一部で入り口は名古屋空港との連絡を考慮に入れた配置とされている。 当初は、楠木 JCT 名古屋空港間を建設した後に、小牧インターチェンジまでを建設する計画とされ、1994年2月に都市計画決定された。計画では、豊山町の豊か城審査会交差点から分岐して、900メートル先の名古屋空港の国内線、ターミナルビル前に直結することとされたが、一般道路の幅が狭いことから直上の高速道路は、 出口専用とした。入り口は空港へ向かうほどには急ぐ必要がないとみて見送りとされた。ところが、その1年半後に愛知県知事から中部県を発着する航空路線のすべての定期便を2005年に開港予定の中部国際空港に一元化することが発表された。知事としては国の第7次空港整備後可燃計画に 中部空港を着工空港として盛り込んでもらうために国の意向である一元化を全面的に採用したわけであるが大倉省はもっと早い段階から名古屋空港の定期便の全面撤退を試案していたとされるつまり定期便がなくなれば多額の税金を投下した空港分岐線と併設する一般道路が過剰設備となって無用の長物になりかねないことで 分岐線の建設を決めた都市計画決定も意味をなさなくなる。もっと早い段階で一元化の方向性が明確に打ち出され、各関係機関に伝達されていれば無用な都市計画を決定せずに済んだものが、当時は新空港を実現にもっと時間を要するとの考えが主流であったことから、一元化が規定路線である旨の事情に通じた県職員が、 都市計画決定に携わった職員に対し密に連絡を取っていなかったとされる。このために、勢い都市計画決定に走り、後で事情を知ったという次第であった。また、これより1年前には建設省が、第11次道路整備後可燃計画として、名古屋空港までの都市高速延長を位置づけしていた。ことから、省庁内でも、情報の共有に問題があったことを示している。 いずれにせよ、名古屋空港から定期便がなくなれば、定期便利用の自動車も姿を消すことから、空港分岐線と一般道路の事業目的は消滅する。このため、県の外部監査は、中部空港の建設が決定した段階で道路の必要性について再検討すべきだったと指摘し、国会議員からも目的消滅について各省庁に意見を求めるなど、 事業の妥当性に疑問を呈する動きが広まった。だが、愛知県は建設費のかさむ、高架道路は流歩としながらも、一般道路自体は、豊山町役場など町の中核施設への便を図る、ことや名古屋空港の余剰地に入る、商業施設との絡みもあって、必要との姿勢を崩さず、分岐線のもとに並行する県道名古屋空港、中央線は多大な事業費を投入の上完成を、 見ている。一方の高速道路は計画停止となり、本体部分の楠の木 JGT から小牧南、出入り口間が2001年に先行を開業した。なお、1号楠の木線から名古屋空港に延長する案そのものは、名納道路の構想以前から存在したが、財政難や都心環状線と1号楠の木線の全線開業に向けて、投資を集中することから、空港延長は、 見送りとされた。小牧南、出入り口まで開通して後、初回も含め3段階のステップを経て、現行の小牧北出入り口までが開通した。初回の小牧南、出入り口に続いて、同年10月に小牧 IC、翌年4月に小牧北入口開通の内訳であるが、遅延の理由は、小牧 IC 付近の用地取得や、それに絡んだアンダーボックス工事の進行状況による。 なお、11号小牧線全体ではすでに国によって、拡幅されていた国道41号の上に建設されたことで、小牧 i c に見る一部区域の例外はあるにせよ、新たな用地取得の必要もなく、割に速いスピードで建設されている。開通後の11号小牧線は、16号、一宮線と共に、それ以外の名古屋高速路線と区別して、お北線と称された。これは、 料金券に係る区分方法としての名称で、お北線に対しては、名古屋線があった。名2貫を境に、内側の名古屋高速路線が名古屋線、外側の2路線がお北線である。お北線の通行料金は、名古屋線に対しておおむね半値に抑えられたが、これは、お北線利用者が名2貫との相互利用を行うことを想定した結果である。 北線を別料金体系とした結果、楠木 JCT から 1km しか離れていない、豊山南出口で流出する場合でも350円の追加料金が徴収され、このため、当該出入り口を経営する利用者が多く、小牧南出口の8分の1の利用にとどまっていることが市議会で取り上げられた。この中で委員長から路線による区別ではなく、 名古屋市内の利用であれば均一料金にするべきとの問いに対し、市の担当者は検討する旨を表明した。それから1年後の2002年12月に、後者は料金問題に関する諮問機関の提言で、楠木 JCT と山南、出入り口間について利用者サービスの観点から150円、値下げする方針を公表し、これは2003年3月から実施された。 実施にあたり、対象区間に、堀の内入り口小牧 IC 館も追加した。こうした小牧線の別料金体制については、小牧線周辺の自治体の主張らも不満を表し、公社に対して料金体系の統一化を望む要望書を提出している。その後、2021年5月の名に、完全線開通を機に、 周辺高速道路の料金体系が見直され、名古屋高速についても均一料金制から、大距離料金制に見直された。見直しにより、名古屋線とお北線の料金体系は廃止された。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成小牧北出口の供用開始直後から、当該出口で渋滞が発生し、 場合によっては出口を起点に、車列末端までの距離が 1km に及ぶこともある。小牧北出口における渋滞は、名古屋高速渋滞ポイントの4分の1を占めるなど、今に至るも慢性化し、その原因は、国道41号の渋滞によって、当該出口から国道に合流する車の流れが阻害されるためである。この渋滞によって、車列の末尾における、 追突事故が頻発することから、事故防止の一環として、渋滞末尾表示板や、駒木木縦口までの所要時間表示板を設置するなどして末尾に接近する車への注意喚起を行っている。ありがとうございます。